モノリスフィアを実況プレイ進行役のドットコムドットコムです。さて、第16回目ですね。16で合ってるの？あ、16回目ですね。はい、今回はですね、海の世界の第5ステージ、腕輪を求めてをやっていきます。前回の薬草の海で、なんとか検討はしたもの、多分一回水中出ないといけないことを考えたら、割とペース的に厳しいので、多分腕輪がないと、呼吸長持ち腕輪ってものがあるそうなので、多分それがないと厳しいでしょうね。薬草を8つ集めるとしたら。じゃあ早速行きましょう。さあ、どこにあるんでしょうか。ん？これは何？もしかしこれ？ゲスト用呼吸長持ち腕輪保管庫、スタッフの人は水中の2つのスイッチをしてください。お、スイッチか。どこにあるんだろうかな。ちょっと待って、あんまり深入りしたくはないけど。違う、何？スイッチってこういうのこと？一個目のスイッチをしました。もう一つのスイッチを探しましょう。どこにあるんだろう。いろいろ行ってみるしかないですけど。ん？迷路だな、これ。この先へ呼吸長持ちではお持ちのお客様しか入りません。ゆっくり扉に触れてください。マジで？ちょっと待って。空気ないの？空気ないの？空気ないの？あー、危ねえ、危ねえ。あった。ちょっと待って。空気ないときついな、これ。ちょっとね、位置関係がよくわかんねえな。ん？どうなってんの？まあいいや。ちょっとめんどくさいから、先に腕輪取っちゃいましょうか。おお、行き過ぎだっての。ちょっと待って、行き過ぎ。どれどれ？モノリスは呼吸長持ち腕輪を手に入れた。これで水中でも覚えなくなる腕輪ですわね。いえ、違いますよ。え？呼吸ゲージの時間が3倍になるだけで覚えなくなるわけではありません。なんですって？それでも3倍もあれば水中の探索がだいぶ気軽にできると思いますよ。そうですわね。では、ありがたく借りていきますわね。あとでレンタル料を請求されないことを祈りましょう。ただより高いものはなくてよ。モノリスさんはその言い方って合ってるんですか？絶対間違ってますわ。これ以後、呼吸ゲージがこれまでの3倍長持ちします。で、なぜかスフィアを手に入れます。はい、じゃあ次ですね。今度はステージの突破をやっていきます。まあ、継続してやっていきましょう。さっきのここですね。これだいぶ楽になるんじゃないかな。もう狭い狭い。ついた。新ステージ、水中神殿 A が選択できるようになりました。